10年ぶりです。伝えたいことがあって今手紙を書いています。え、手紙？何番目の彼女？厳密には2番目。大学の写真部の後輩で、なんかいろんなとこ海外とか写真撮りながら回ってんだって。その人って、あの、私は未だにあの頃の清冽な思いに圧倒されているような気がしています。あの、大学生の時の恋愛と30代の恋愛と大きく分けて2つあって、若い頃にした恋愛がうまくいかなくて、まあ、それ以来本気で誰かを好きになったりだとか、そういうのが若干怖いというか、周りから本当にその人のこと好きなのと言われてしまうような人で、婚約者のいる悩める女子といいますか、パートナーとの関係性に寂しさを感じているような人で、ラブストーリーって言うだけじゃもったいないぐらいの人生の全部が詰まったような、また新しいラブストーリーになっているのかなと私は思いました。あんまり練習しすぎないと言いますか、できるだけ芝居にならないように、ドキュメンタリー性みたいなものを大切にしたいなと思っていました。それぞれの登場人物に自分をこう重ね合わせて見てもらったら楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。かれこれ7年ですか、まともな恋愛できてないんです。もしよければ参考に聞かせてもらえませんか。ラブストーリーって大きく分けて2種類あったとすると、まあ、一つは夢を見せてあげるもの、こういう人がいたらいいなとか、こういう恋愛してみたいなとか、キュンキュンすることもあれば、いわゆる失恋をして非常に苦しいこともあれば、今回はできるだけそういう恋愛というものの真実を追求するような作品だなと思いましたね。愛を終わらせない方法、それは何でしょう。はい、おい。走り出した午後も重ね、出奔ってやつですね。知ってます？出奔、失踪、行方不明。ちゃんとお話はしてた？多分。これから結婚するにあたって不安というか、あるいくつかのことに向き合うことになってしまって、突然失踪してしまうという、物語が進んでいくうちに彼女の思っていることっていうのが少しずつ見えてくる。愛を終わらせない方法、先生だったら何て答えますか。あなたから離れて思い出しています、出会った頃の私たちのこと。嬉しくなって苦しくなって、恋愛っていいなって悩んでる人に見てもらいたい作品になってるのかな。この映画の最後、これを望んで私も生きていこうっていう。どうして追っかけなかったんだよ。弥生さんがなんで出てったのかまだ分かんないの。ずっと撮り続けないと苦しいんだ。弥生、愛を終わらせない方法、それは何でしょう。4月になれば彼女は